水野忠宏、水野忠宏明治38年12月7日は、江戸時代末期の大名。では国山形藩第三代の藩主、大見国旭山藩知事、忠本家水野家十三代、仙台藩主、水野忠清の長男。性質は、水野忠司聖の娘。形質は、伊達宗成の娘。官位は、泉守。十三三三四党、 慶応2年9月29日、父、忠清の隠居により、家督を相続した。慶応4年うる4月12日、忠清と共に上落する。しかし、国元は奥越列藩同盟に加わってしまう。同年5月22日、新政府に対し、忠清を山形に戻し、新政府に味方するように説得させることを願うものの、許可されなかった。同年9月、 山形藩は明治新政府軍に降伏した。同年12月7日、明治政府から叩き世と共に謹慎を命じられる。また、新政府に抵抗した攻めを問われ、過労の水野元信が処刑された。明治2年6月26日、謹慎を解かれる。明治3年7月、大見国旭山藩に違法された。同年12月26日、藩士の昨日のために、 家禄から年間3000両を支出することを許可される。廃藩治験後、慶応義塾に入学した。明治17年7月、家族礼により、死者となる。明治37年7月、貴族院死者議員に選出されるが、翌明治38年に死去した。男子がなく、弟の忠美が後を継いでいる。墓地は、世田谷区北枯山の妙高寺。 ありがとうございます。